9月25日の配信会なんですけど、なんかあれですね、思ったよりコメントいただいてありがとうございます。どのぐらいだったっけかな、もう結構いつもとね全然違かったよ、コメント件数が。あ、こんなに黙ってこんなに静かに見守ってくれる方が多いんだなという感じでした。はい、今日も聞いてますか？どうも。なんかね、もう一クラスできるんじゃないかなって感じのコメントの量だったけど、多分それでもコメントしてない人も中にはいると思うので、あのね、世界って広いなと思いました。いただいたコメント嬉しかったやつね。いつも楽しく拝聴させていただいております。週の半ば疲れてきたなと思ったら聞いているので、少し遅れるのが申し訳ないですが元気をいただいております。いつもありがとうございますとか、メダロットは自分は詳しくないですが、チャンネル登録してシュシュさんのラジオは必ず聞いています。シュシュポップラジオが登録するきっかけでしたとか、すごくないですかって思いました。いや、ありがてえな。何で知ったの？知ったきっかけがちょっと気になるね。あと、宇野平さん、視聴率調査週間3回言ってくださいとのことです。どうぞ。視聴率、聴取率だ、これ聴取率調査週間。早口言葉やんけ。3回だって。いけるよ、余裕だよ。いくよ。はい、どうぞ。聴取率調査週間、聴取率調査週間、聴取率消化週間。超手術が入ってたよ。むずくない？ハイパー手術消化週間。聴取率しょ、調査週間。聴取率調査週間。難しいね、これね。聴取率調査週間。肩たたききぐらい難しいよ。聴取率。聴取率。乗車率。聴取率調査週間。聴取率調査週間。難しいね。なんで俺なの？わかんない。来てたから。でした。愉快なコメントをいただきありがとうございます。はい、じゃあ朝からね、今日もこんな感じですが、もう変わらずね、ずっとこんな感じでいきましょう。はい、では行きましょう。シュシュポプロ、シュシュポプラジオカッコカリ。ということで皆さん、改めましてのハポップ、シュシュポップでございます。じゃあね、今日はちょっと気分が上がって嬉しいので、さらに気分の上がるこのコーナー行きましょう。食レポ道場。今日買ってきたお水をね、初めて見たんだよ。あ、お店の人が袋にフライヤー入れてくれてたけど、自分でも取ったから2枚になっちゃった。はい、これね。今日ご紹介するのは、思いを包む手包みクレープ、ツーツームーさんのクレープです。今日選んだのは、あ、書いてない、パンフレットみたいなやつに。あの、いちじく味なんですけど、じゃあ多分これあれだ、限定品だです。なんかね、いつもあるのは、いつも、うん、あるのは、いちごチョコバナナキウイ小豆生チョコみたいで、その他、まあ、期間季節に応じて出たり、新作だったりが出るみたいです。あの、新作かもね、これ。いちじく、はい、いただいていこうと思います。手のひらサイズのね、四角いクレープです。袋に包まってますね。なんかね、実店舗はないのかな、調べたんですけど、インスタグラムでなんか、今はどこに出店してますみたいなのが書いてありました。私はね、いちじくが好きなんです。美味しいよね。ではでは、いざ実食。ん？ん？レシート見る、レシート。いちじくとしか書いてないけど、味はね、いちじくと周りのクリームがちょっとね、ミルクティーっぽい味がするよ。え、すごく美味しいです。もう一口食べていいですか？食べますね。
もう大きめのイチジクが入っていて最高でございますよ。なんか他のラインナップ見てもいちごはいちごって書いてあるけどいちごとカスタードだったり、さつまいもはさつまいもって書いてあるけどさつまいもとバターだったりするから、これ多分いちじくとミルクティー味なんじゃないかなあ。原材料に紅茶って書いてある。あ、じゃあ多分もうクリームがミルクティーよ。うん、すごく美味しいです。うん、お上品なお味がします。ちょっと他のやつも食べてみたくなりますね。あのフルーツとか甘いもの好きな方ね、これぜひ一回食べてみてほしいな。クリームが紅茶の味するのすごくいい、ポイントが高いです。はい、これはねリピあり。うん、バターをたっぷりした、たっぷりした、バターをたっぷり使用したクレープ生地、そして一つ一つ丁寧に手包みしております。で、旬のフルーツを激戦って書いてある。なんかね、旬のおすすめを詰め合わせたセットとかもあるみたいなので、手土産とかにすごくいいんじゃないかな。旬のねフルーツ入ってるから美味しいよね。あ、催事イベントのみでの販売って書いてあったわ。え、じゃあこうちょっとインスタとか見て会いに行く、買いに行くか、偶然出会えるその日を待つかですね。東京だけとは限らないのかな。どうなんでしょう。すごく美味しいし種類がいっぱいあるので、多分みんなの好みもねあるはずだと思います。うん、ぜひ一度お試しください。今日ご紹介したのはツツムーというお店のクレープでございました。ひえー、美味しかった。じゃあお便りご紹介します。今月のテーマでお手紙くださった方です。メアリーさんです。ありがとうございます。シュシュちゃん、おはポップ、おはポップ。お誕生日にもらって嬉しいものはお祝いの言葉ですね。うん。私は8月生まれで、子供の頃は夏休み中に誕生日を迎えるため、誕生日は家族と過ごすことが多かったのですが、携帯電話を持つようになって、お友達から誕生日にメールが届いた時、すごく嬉しくて感激していました。大人になると誕生日を嬉しくなくなると言われていますが、いくつになっても誕生日を楽しく過ごしたいなと思っています。シュシュちゃんもチアちゃんもリア様もお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ミラチューバーの皆さんが素敵な毎日を過ごせますように、お誕生日配信楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。そうなんですね。今月私お誕生日をね、迎えるんです。今月のどこかで。はい。じゃあぜひ祝ってください、私を。で、お誕生日のメールといえば、メールだと、もしかしたらちょっとラグがあったりするかもしれないんですけど、今ね、LINE だと、もうさ、プッて送ってさ、ポッて、もう、ポッて出るじゃないですぐ。だからもう、23時59分からこう、スタンバイ OK して、ぴったりになった瞬間に送信ボタンを押すと、まあ、日付が変わった瞬間に送れるよ、みたいなのがいいですよね。あとね、この夏休み中とか冬休み中とかにお誕生日を迎える人には、もうすごく良い世の中になったなと思うのが、その LINE とか、LINE 関連だと LINE ギフトってあるじゃない？で、欲しいものみたいな登録しておいたりもできるし、まあ、全然そういうのやんなくてもね、この人こういうの好きそうだなとか、あとカフェのギフトチケットとかを送れたりするし、あれって何ギフトチケットとかだと住所いらないけど、物の時って、住所知らなくても送れるの知ってました？あれ初めて知った時すごーって思って、なんか誰々さんからお菓子の詰め合わせなんたらが届きましたみたいな書いてあって、え、住所教えてないのにどうやってみたいな思ったら、ここから住所を入力してくださいみたいな書いてあって、うわ、住所知らなくてもプレゼント送れるんやと思って感動しましたね。
なんか今日誕生日の友達みたいな出てきて、うわ今日だったんだ、あ知らなかったみたいな、プレゼント買ってないと思っても、まあ、日付変わってあまり時間経ってないうちにそういうのでねギフトとかこうポッて送ると、あこの人なんかくれた、わあ嬉しいってなるじゃないですか。もうすごいすごいシステム、すごいサービスだなと思っております。ね、すごいね、私も活用してるよ。待ち合わせに遅れそうな時とかね、カフェのギフトチケット送ってね、ちょっとごめんなさい30分ぐらい遅れちゃいそうなので近くのカフェで時間を潰していってくださいって言ってギフトチケット送るとかね、うーんそういう使い方してる。みんなどうやって使ってる？みんなの活用方法も教えてね。はい、ということで今月のテーマ、お誕生日についてですね、エピソードを、はい、送っていただいてます。メアリーさんでした、ありがとうございました。はい、こんな感じでお便り募集してます。10月の募集テーマは好きな季節はです。10月にもなってね、あの10の位がこう0じゃなくなってくる、まあ、10月11月って来たらもう師匠が走りますよ。12月です。うん、もうね、え12月なのにそんな好きな季節の話とかしちゃうなみたいな感じかもしれないんですけど、もうねあれですよ、11月配信分になったら今年の思い出とか募集し始めちゃうんですから、うん、そんな言ってらんないね。もう10月まで来たらあっという間ですよ。今年も終わりますからね皆さん、良いお年をお過ごしください。はい、ということで10月の募集テーマは好きな季節についてのお話です。なんかね、ぶどうが美味しいから秋が好きとか、プールに行きたいから夏が好きとか、何でも OK です。ぜひあなたの好きな季節をお聞かせください。ということで今週もゆるりと参りましょう。ポップポップ、おー、最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週もぜひお聞きください。シュシュポップでした。